N.S.C.A. ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返りからお話しいたしましょう。えー、まずですね、今週のマーケットですが、えー、今週のマーケットはどうしてもこう雇用統計、まあ本日発表ありますが、ここで様子見、えー、それ以外にでもですね、えー、何かとこう様子見姿勢の強まる1週間というところです。えー、チャートの方を見ていただきますと、前回もちょっとお話し,しましたが、こことここ、えー、11月8日23,591円。 十一月二十六日の二万三千六百八円。ここを高値として、ダブルトップを築いているような形になっております。どうしてもここから上ですね。なかなか重いというような展開になっておりまして。移動平均線も今日やっと、え、五日移動を抜いてきたというような展開です。まあ、本日は、今夜発表なります。雇用統計を控えましてですね。値動きの極端に、こう、狭いレンジでの動きと。 いうところになっておりました。まあ米中協議の進展、この辺のところも期待もありまして。ええー、まあ株価はこう目先振られるような展開ですが。いかんせんこう商いが薄いというところですから。こう上を駆け上がっていくという状況にはほど遠いという状況ではないでしょうか。そういった中で、えー、まあマーケット状況ですね。まあ来週は。日経平均をまあ調整、あっけ探る局面と。 いうところになっております今夜の、えーまあ、雇用統計を受けて来週の動きというのも反映がされてくるとは思うんですがそれから米中協議この辺りもまあ関税の日にちですねこの辺のところでこう間に合際になってきますのでこの辺のところも動きが注目されるというところではないでしょうか。日経平均を見てみますとこれは10日線と25日線の まあ、チャートなんですが極端に修練してきてる状況まあ、先ほどのチャートにもありますけどもここの高値の位置ですね、えー、ここの近辺で揉み合っているという状況が見て取れるという状況ですまあ、こういったところで来週以降もまあ、年末にかけて動きが注目されるというところではあるんですが、えー、注目の銘柄ですね、えー、4銘柄 こちらに出させていただいております。えー、日本リーテック一九三八、農民防災六七四四、ピックルス二九二五、チャームケアコ、えープ六ゼロ六二こちらの四銘柄が注目銘柄としてピックアップしております。全体のチャートを見てみますと、こう上値がこう重いというような状況でありますが、ジャスダック えー、ここがちょっと注目されるような展開です先週お話をさせていただいたかと思うんですがマザーズ新、まあ、興市場の方でも上昇がこう見られているというような状況で銘柄の広がりというのも注目されるようなところではあるんですが、えー、今週はです、ね、ジャスダック、えー、今日まで,です、ね、実はこのチャートを見ていただくとお分か,かりになるかと思うんですが11連投というところになっております。 まあ中古型株が多いというところでも注目されますけれどもこの中で銘柄の広がりまあ、先週先々週とご紹介をさせていただいた銘柄の中にも、えー、そういった銘柄がいくつかピックアップされておりましたので、えー、ご覧になってみてはいかがとかというようなところですで、今週の銘柄ですが先ほどご紹介させていただいた、えー、まずは日本リーテックのチャートですえー、まあ先日発表になりましたけれども、えー、新経済対策まあ、ここのダークホースと いうところで注目ですね、えー、まあ、電線の地中化こういったところでこれ電気工事の会社なんですが設備投資の増強特にここは JR 東日本に対しての売上が多いというところで注目です、えー、チャート上もですね、えー、かなりこう煮詰まってきてから上に抜けてくるような展開まあ25日線と75日線この辺りがですねミニゴールデンクロスしておりますのでまあ、工業績割安、えー、それと紅茶と この3点セットというところでピックアップいたしました次はですね6744農民防災これもですね右肩上がりのチャートになってきておりますま7月の高値ですねここを更新してま高値追いというような状況になっておりますま昨年の5月の高値というのが2748円これよりも300円ほど上にあるんですがそこを目指しての動きというところではないでしょうか この銘柄ですね、背景には、えー、最近こう注目される、えーまあ、親会社がキャッシュリッチな親子上場子会社という側面もあります、えー、セコムが親会社になっておりまして50.2%を保有しております、まあ、セコムの PBR が2.07倍、えー、対して飲み誤差1.61倍というところですから、えー、今後プレミアム付与という部分も注目されるというところです、えー、それと ピクルスですね。えー、ご存知あの漬物業界では一位というところですね。まあ業績の方も好調のようです。えー、まああとですね株主優待、えー、この辺のところも、えー、開始というところです。まああの次は PR これ十三倍台というところで割高感はないという見方です。十、え、二、ー、月二十四日にはですね第三四半期の決算、えー、この辺のところも刺激材料として高値更新期待と。 いうところではないでしょうか発酵食品のテーマパークを建設というニュースも出ておりますのでその辺のところも注目ですそして最後の一銘柄チャームケアコーポレーション6062ですこれ老人ホームの中でもですね開設時に自治体の指定が必要な介護付き有料老人ホームというのを展開しておりますがこちら参入障壁がちょっと高いというところで注目です 既存のです、ね、ホームの高稼働、あとは収益性の高い首都圏、あとは高価格帯のホームの比率の上昇というところで収益性が高いというところで、今6月期ですね、30%の営業増益というところです。株価はです、ねえー、ずっとこう揉み合っておりますけれども、まあ、2000円どころ、この辺のところから切り返す展開というところが期待されると。 いう値動きになっておりますまあ、来週もですね、えー、米中交渉大詰めというようなところもありますそれと先日発表になりました、えー、経済対策、まあ、この辺のところで、えー、政策関連の内需株力強い動きが続いておりますけれども、えー、強い株につくという相場は新局面を迎える展開にはなるのではないでしょうか以上 NSJ ヘッドラインでした